おそばを離れ申し訳ありません。血の匂いがするな。俺の負けか。帝都は落ち、兵は皆投降させた。もはや幕は降りた。邪魔が入ったことには不満たる思いもあるが、それもまた戦の常。俺の読みが甘かった。ただそれだけのこと。だが悔いはない。俺は全能をもって策を弄し、奴はそれに挑み答えた。なんと心躍る至福の時であったか。いいえ、まだです。我らにはまだ手はあります。手だと？これ以上何の策が。これを。それは帝が宝物庫の奥に封印なされていたものです。なんだと？まさかこれは。はい、これこそ真のアクルカの写し。オシトル様たちのものはこれの粗悪なまがいものにすぎません。その恐るべき力ゆえに誰にも与えられなかったといういわくつきのものなのです。この力をもってすればオシトル様を退けることもたやすいかと。どうかこれで天をお取りくださいませ。それはできぬ。なぜです？このままでは雷光様はただの無本物として裁かれることになってしまいます。どうか雷光様、志のために今一度。なおのことだ。俺が天へ駆け上がろうとしたのは帝のゆりかごから羽ばたくためにもかかわらず、この後に及んで帝の力にすがろうなど滑稽にも程がある。ですが志を曲げてまで生きようとは思わぬ。死しても天を睨む奴らの行いの咎になろう。雷光様、話はここまでだ。引導を渡す者が来た。雷光、ようやく来たか。随分と待たせるではないか、オシトル。こうして貴様と相まみえるのは随分と久方ぶりだな。ああ。俺の願いには届かなかったが、存外楽しかったぞ。貴様とヤマトという名の遊戯盤を挟んで差し向かうのはな。しかし、それもここまで。ライコ、なぜじゃ、なぜ反旗を翻したりなどしたのじゃ。そなたはお父上の覚えめでたく、何よりこのヤマトのことを思っていたはずじゃ。なのにどうして、どうして偽りの人形を掲げた。そんなに世が不甲斐なかったというのか。わからぬ、世にはわからぬ。どうしてなのじゃ。少しはらしくなられたようだ。雷光、俺が、いや、私がヤマトを手にしたのはただの途上に過ぎません。欲したのはその先にあったもの。ヤマトの民の解放と巣立ちこそが我が天命。解放？何を言うておるのじゃ、雷光。お父上が民を抑圧し苦しめていたと言いたいのか。むしろ逆でしょうな。
帝ほど民を愛していたお方はおられますまい。ならば何故。確かに帝は大和の民を愛しておられた。関心なさげに振る舞われてはいたが、いつもこの国の行く末を憂いておられた。しかしお前たちは気づかなかったか。この大和という国がどこかいびつであるということを。いびつ？普通に住むには悪くないと思うぞ。確かに悪い奴らがいないわけではないがな。ようわからへんけど、いびつやからお姫様を追い出したりしたのけ？いいえ、おそらくあの方がおっしゃりたいのはそういうことではないと思います。うん、むしろその住み心地の良さこそが問題。この国の人たちは恵まれすぎてる。恵まれすぎ？それはどういうことだい？なるほど、そういう意味ですか。確かに一理ありますね。まさか人はもっと不幸であるべきで、幸せすぎるのがおかしいというんですか？いや、そうではない。大和でもたらされる幸せは人の手で勝ち取ったものではなく、天から与えられたものだと言いたいのだろう。え、それってどういう。はっきり言ってしまうと、カゴの中の鳥ってことかな。毎日餌をもらい、外敵から守ってもらえる楽園のような国。でもそれは大和の帝が人知を超えた見業を持ってるからこそ。本当なら病気や天災などでたくさんの人が死んでてもおかしくないはずなのに。ほう、それに気づくか。そうだ、その楽園の中で大半の者がそれを当たり前だと思い気づいていない。本来ならそのような国はありえぬ。帝は我らに様々な恩恵をお与えくださった。食料や財宝などは言うに及ばず、強力な武器、病気に強い農作物、大きく頑丈な船、長く揺れ一つない橋。そう、我らが数百年考えても思いもつかぬ想像を絶する英知の数々。確かに帝は我ら民を愛してくださった。大切に大切に。まるで何もできぬゆりかごの中の赤子のように。だがそれは我らを永遠の赤子にしてしまう。これが何を意味するかわかるな？思考の停滞かな。そして緩やかなる衰退へとつながる。だが我らは赤子でもかごの中の鳥でもない。考えることなく与えられることに満足するなど生きるに値するのか。それでは首輪をつけられた愛玩動物と同じではないか。ならば飼い主が飽きて捨て置かれたらどうする。それこそこたびのように飼い主が死んだらその先はどうするのだ。我らをここまで導いてくれた帝には感謝の言葉もない。だが帝がお隠れになった今こそ我らは自身の力で羽ばたかねばならん。それをこの国の民が望んでなかったとしても。それを望まぬ者の性根は家畜と同じよ。何故畜生に配慮する必要がある。そのような畜生どもの国は俺が手を下さずとも早晩滅ぶ。それこそトゥスクルやウズール社の手でな。いくつもの国が起こっては消え、繁栄と衰退を繰り返す。本来国とはそういうものだ。ありえぬのじゃ。この大和は滅びぬ、とこしえに続く桃源郷なのじゃ。いいえ、
それこそありえません。太陽はいつか必ず沈むのが世の摂理。事実、帝という太陽が沈み、国が割れたではありませぬか。だが沈んだ太陽は再び昇り、民を照らし出さんとしている。アンジュ様という名の太陽がな。オシトラ。それでは今までと何も変わらない。別のゆりかごに移されただけではないか。いや、そうとは限らない。ゆりかごの赤子でもいずれ大きくなり、自らの足で歩き始める。その時、アンジュ様ならば、自ら学び成長することを知った新たな帝ならば、その背中を押してくださるはず。貴様らしいな。少し語りすぎたか。さあ、この舞台の幕は貴様の手で下ろせ。押し取る。元より。まだです。それは悪のかだと。まだです。まだ終わっていません。道は私が切り開きます。雷光様はどうかその夢を。もうよい。お前の忠義、確かに見せてもらった。雷光様。だがこの戦を始めたのは俺だ。お前にそこまでさせるわけにはいかぬ。お前の願いは嬉しく思う。だからせめて最後はシチリア、お前の望みに応えるとしよう。まさか一人で戦うつもりじゃないよね。私も戦います。主様、一緒どこまでもお供します。兄上、私たちの力を信じてください。またオシトラーンだけ美味しいとこ独り占めするきて。そうはさせない。ダム、今の俺たちならやれるじゃない。ヤクトワルトの言う通りだ。今の我々なら必ずやれる。ええ、
姉上の言う通りです。そうですね。今なら誰が相手でも負ける気はしませんね。その通りじゃ。共に戦ってきた仲間の力を信じよう。オシトル殿、すでにアクルカは不要。神様に、これ以上アクルカを使わせないのです。みんな考えていることは同じみたい。お前たち、そうだ。さあ殺し合おうか。貴様らは真にヤマトの導き手たりうか。我が自ら試しとなろう。してほしいじゃない。流れ玉に当たるようなヘマなどするんじゃないぞ。はい、気をつけます。さあここからが正念場。腕が鳴る。しかしこれはなかなか骨が折れそうですね。本当にあなたといると退屈しません。まだこれほどの力、ひとまずは小生が打って出ましょう。正常はここにて、かの者の力を五軒分あり。ならぬ。帝である余が進化の後ろに隠れているわけにはいかぬ。さすがは正常です。私もこの戦いに死力を尽くします。それでこそヤマトの歴史を継ぐ者たちだ。だが足りぬ。その程度の覚悟でヤマトに救う怠惰という名の闇を晴らすことはできぬ。代行、ここで立ち止まるような貴様ではあるまい。どうしたおしとる。貴様の力はその程度なのか。言ってくれる。そうだ、それでいい。それでこそ我が身を費やす意味がある。言葉などいらぬ。我は異形の獣へ落ち、全てを滅ぼし尽くさん。
様とは随分と長きにわたり戦ったな。我らの目指すところは似通っていた。ただ通るべき道が違っただけのこと。そうか。なかなか悪くない、マクニオド。姫殿下、いや、すでに正常か。さすがは貴様が認めただけのことはある。あっぱれと言おう。いや、正常はそれがしの想像をも大きく上回っていた。気づけばそれがしの方が正常に選ばれ、この手を引かれてここにたどり着いた。正常の秘めたる器を見抜けなかったという点では、それがしも変わらぬかもしれぬ。だがそれを見通せず、ことを急いだ俺は、やはりヤマトにふさわしくはなかったんだ。あの方は人の世を照らすのみならず、いつかきっと人自ら輝く世へと導く。せめて俺が真の正常にあだなし、古き世を壊したことで新しき世の到来が早まるなら、俺の願いは叶ったと思う。俺は俺の道を駆け抜けた。まごうことなき己の意志で。次の世があるなら、再び愛まみえようぞ。ああ、それがしもいつか行く。楽しみにしているぞ。さらばだ、我が友よ。行かせてやる。しかし、よい、戦は終わったのじゃ。世に仇をなした者は死んだ。それで十分じゃ。そうだ、これで全てが終わった。全てが、自分も最後の役目を果たそう。正常、民が待っております。うむ、ヤマトの民よ、世の声がわかるか。世の声が聞こえるか。世は天使、ヤマトの誠にして新たなる帝アンジュである。驚くのも無理はない。しかし、皆がこれまで崇めていたのは世の名を語った真っ赤な偽物に過ぎぬのだ。世の名を語った不埒者を擁した逆賊来光は打ち滅ぼされた。こたびの戦は終わった。来光のヤマトを我が物にせんとする愚かな野望はついえたのだ。無論
皆の中には戸惑いを隠せぬ者もいるだろう。世もそれを責めはせぬ。全ては世の不徳の致すところじゃ。故に言葉のみならず、これより指し示す道で正当なる帝の証を打ち立て、皆の思いに応えよう。大和に天上より光あれ。どうした？やつ、私たちだ。死なず、平和を落ちとき、それでもなお息づいてきたお前の意志は、今日もここまで形とは。自分にしてやれることは、やはりすでに体の一部になって外れないか。このアクルカの役目もとっくに終わったのだ。ない。外せないのならそれで構わない。アクルカの子も消えればいいんだけど。オステル兄様。その機会を、その力をくれた。そんな、私はあなたを。やはりな。気づいて、おられたのですね。確信したのは、お前がアクルカを差し出した時だ。さすがにあのようなもの、一回のやたなわらべが手にするなどできぬ。ですが信じてください。このようなはずではなかったのです。このようなことになるならば、やはり私こそが代わりに。泣くなシチーリア、お前の。ライコー様、私はただ、あなたと同じ景色を。ご苦労でした、
よくぞやってくれましたね。あなたの働きは実に素晴らしかった。あの男を労せずして排除できたのは良好でしたよ。さあ、アクルカをこちらへ。どうしました？ご苦労様です。オシトルを道連れにしてくれるなら儲け者だったのですが、それはさすがに期待しすぎというものでしたね。やはり力が強すぎてデコイでは体が耐えきれなかったというところですか。調整不足のアクルカでは所詮はこの程度。当初の目的は果たしたので、これでよしとしましょう。では、雷光様は？しかし、おかげで研究も大きく進むことでしょう。彼の死も無駄ではありませんでしたね。誇りに思いなさい、シチーリア。さて、これであなたの隠密としての役目も終わりです。今後は私の直属として働いてもらいましょうか。承知いたしました、オシス様。しかし、あなたに信じていた者に裏切られて、彼は一体どんな気持ちだったのでしょうね。まあ、裏切られた本人ではなく裏切ったあなたに聞いてもせんないことですか。さて、これで残るはあの男、そろそろ頃合いでしょう。次の段階に移りましょうか。さようなら。